こんにちは、ナビゲーターの足崎真奈ですさあもうすぐ夏休み、子どもたちにとってドキドキワクワクする期間ですが夏休みといえば宿題もありますよね夏休みの宿題は学校によっていろいろ問題集に読書感想文、そして図画工作などなど自由研究も夏休みの宿題として多いですよね ちなみに私は夏休みの宿題は早めに終わらせてその後夏休みを満喫していましたただ自由研究のテーマ選びには毎年苦労していたかなそこで今回の「浜ナビ」はそんな自由研究のヒントにもなる横浜で楽しく学べるスポットをナビゲートしますおよそ2000年前へタイムスリップ展示と遺跡で学ぶ原始の横浜 釣るるる食べる観察するリニューアルした自然の海の水族館工作からプログラミングまで科学が好きになるサイエンスクラブ浜ナビ子供から大人まで歴史海科学を楽しく学べるスポットをナビゲートまずは横浜の歴史について学びましょう歴史といえばこちら 横浜市歴史博物館です横浜に生きた人々の歴史の生活をテーマに、原始から開口期までを中心とする、およそ3万年の歴史が学べる博物館3万年にもわたる歴史の中から、芦崎さんが注目する時代は 今回は弥生時代に注目したいと思います。なぜ弥生時代なのかと言いますと、この博物館の近くで発掘された遺跡が弥生時代のものなんです。考古学が専門の橋口さんに、弥生時代の横浜について教えていただきます。こちらがこの横浜市歴史博物館の近くで発掘されたという遺跡のジオラマですね。はい。 えこちらですねえ大塚再活動遺跡というえ名前なんですけれども今からだいたい2,000年ぐらい前の弥生時代と呼ばれる頃のえこちらが村で奥の部分ですねがお墓の,あの遺跡になってまして大塚遺跡と再活動遺跡ということで。 大塚再活土遺跡というふうになっています。実はこの,あの大塚再活土遺跡は遺跡公園として見学をすることができます。うん、展示とかですね、はい、公園を見ながら、まあ当時の人の暮らしとかですね、<っ>まあちょっと何食べたのかななんていうのも学んでいければいいのかなと思います。はい、いろいろ教えてください,よろ,いよろしくお願いします。あのこの弥生時代なんですけれども。はい えーまあ、どんな食べ物を食べていたのかっていうのは何か思い浮かかぶものありますか、あのー、昔こう小学校で習ったのはお米ですかね、はい、稲作が始まったのがあお米作りが始まったということで今まさにここにあのその先ほどちょっと話しました、はい、大塚遺跡からこう炭になったお米が見つかってます。えっ こ,こちらですね弥生時代のお米っていうことです大塚遺跡でもですね遺跡公園では復元をした、はい、その弥生時代の村の様子やお墓の様子というものをあの見学できるようになっています。<ー>ということで博物館に隣接する大塚西勝戸遺跡公園へ。 なんと公園の地下に遺跡が眠っておりその上に弥生時代の村やお墓などが復元されているんだとか橋口さんと足崎さんは復元された住居の中へあのこう外から見て想像してたよりも中は結構広いですね。そうですねあの地面を掘りくぼめてて作っている、うんはい 縦穴住居、縦穴式住居っていうふうにえ言われているえもので、まあこの大塚遺跡では八十五件とかかなあのたえ見つかってます。あのそもそもなんですけど、なぜこう縦穴住居にしてこう掘ってそういう形式にしていたんですか、はい。まあこれは本当にこの弥生時代の前の縄文時代から結構新しい頃まで作られ続けてきた。 古墳時代とかなら平安時代でも作られていたあの家の在り方なんですけれども、はい、一つ考えられそうなのが、まあえっと、床と壁を土を掘って作るので、まあ、屋根だけ作ればいいとか材料が少なくて済むとか掘ることでこと床と同時に壁も,壁もおのずと、はい、できるわけですもんね。って,っていう、はい、そういったことがあの考えられます。 あの先ほどお墓のお話もあったと思うんですけど、はい、この集落の中にはなかったんですか。そうなんです。この大塚遺跡は、はい、まあ村でして、その、えー、家としての縦穴住居とそれからあのー、どうもその先ほどお米の話もし,しましたが、はい、お米を蓄えていたであろう倉庫なんかもあのー、あ<ー>見つかってて、それは復元はしています。えー、じゃあお墓はどこかと言いますと、えー、この。 遺跡の外ですね、はい、外少し歩いた場所に二十、えー、数基のお墓がまとまって<ー>あの残されていましてそれをのお墓なんですけれども、えっと、四方をですね溝で囲,、はい、あの囲んで、はい、真ん中はんでしょう土彫りがしてあるという形<ー>で真ん中に棺を入れたっていうそういうふうなお墓になってます。 でも本当にこの縦穴住居もそうですしあちらの高床式倉庫なんかも,、はい、もう教科書で見ていたものが、えー、やはりこうやって形として実際に見ることとができると違いますね、はい。こういう形だったであろうっていう復元をあの実際に感じることができますので、えー、常設展示のいろいろなものと合わせて見学してもらえると弥生時代のこと少し分かるのかなっていうふうに思います。 布、美しき日本の手仕事を開催中詳しくはホームページをご覧ください夏といえば海歴史の次は海について学びましょうやってきたのは横浜八景島シーパラダイス海のすべてが楽しめる四つの水族館の一つ海ファームが7月10日にリニューアルオープンしました 海ファームではどんなことが学べるのでしょうかあの海ファームはですね、自然の海の上に浮いている水族館でございまして様々な体験を通じて海行く体験こちらを感じていただける、えー、施設となっております今回、えー、リニューアルオープンいたしまして海の生き物たちやそして自然環境これらのことをより楽しく分かりやすく学べることを目的としております 自然の海に浮いておりますのでそこに生きるお魚たちこちらをより近い距離で見ていただくことができますまたお客様自身魚釣りを体験することができますので釣ったお魚、我々スタッフが調理してご提供いたします命の大切さであったりとか生き物の魅力といったところを十分に感じていただくことができます魚釣りなどが楽しめるエリアフィッシャーマンズオアシスと自然の海や生き物を観察するエリアオーシャンラボ それでは新しくなった海ファームを紹介していただきましょう。フィッシャーマンズオアシスの中にですね。今いるこちらマリンビオトープが新設いたしました。で、こちらはですね。浅瀬の自然を再現しておりまして、実際に浅瀬でご覧いただけるお魚であったりとか、貝え、そして草などをですね。ご覧いただくことができます。 そしてここ浅瀬になっておりますので実際にお客様自身がここの中にお入りいただいて生き物を間近で見ることができますまたこちらマリンビオートープの周辺にはですねあの椅子もご用意させていただいておりますのであの親御さんたちもですねこちらの方であのゆっくりとお時間おくつろぎいただきながらお楽しみいただけるかと思いますえこちらではですねお魚マルシェが新設いたしましたこちらの中にはですね え本日ですとシシラそししててビカマスなどをご用意しておりますでこちらのお魚がですね、えー、普段は市場には出回らないお魚でございましてでその理由がですね、えー、なかなかこう大きさが不揃いであったりそしてえ調理に手間がかかるといった理由で市場に出回らないお魚を指します。でこのようなお魚を未利用魚と言うんですね。 で、そういったお魚でもこちらではご用意しておりまして実際なかなか見ることができないお魚を実際に食べていただくことができます食べることによって生き物の魅力そしてこういった味がするんだといったところを味わっていただくことができます続いてオーシャンラボを紹介していただきましょう オーシャンラボはですね自然の海の様子やそこに生きる生き物たちを観察できるエリアとなっております季節を通じてですね、変化する海の環境だったりとかそういったところもご覧いただくことができますまたオーシャンラボではですね東京湾ワンダーウォッチャーズというガイドツアーを行っておりますので子どもから大人まで海の環境だったり海の生き物たちについて楽しく分かりやすく学ぶことができます。それではガイドツアー。 東京湾ワンダーウォッチャーズの様子を一部ご紹介しましょう研究所の先生に扮演したスタッフがオーシャンラボを巡りながら海の環境や生き物の生態に関する疑問に答えてくれますはい、皆さんこれ何だと思いますかこれらはカキとか親の仲間ですねこれらのね貝類の仲間はこんな風に空いている場所があるとびっしりとくっつきます これらは実は水をきれいにするのに役立っているんです海の濁りのもとプランクトンとか、えー、しプランクトンの死骸ですねを食べてきれいな水を出しているんですとっても偉いんですよはい皆さんこの水槽を見てみてください何が入っていますかこれは割れたバケツですね割れたバケツ何やらわかめとかいろんな青さかな青さがくっついてますねよいしょあとは瓶 ペットボトボルこの、これらのゴミはあの実際に海から拾ってきたゴミたちですこんな風に海にはゴミが沈んでいることがあるんですねそして魚たちはこのゴミを隠れ家として使っちゃいますそんな、ね、隠れ家として使っちゃうゴミですがそのゴミの中の問題児プラスチックがいますこのこれらプラスチックは海に入ってもなかなかあの自然に帰ってくれませんなので、えー、波に揺られたり、 えー、時間が経つととても小さく小さく削れていくんですねこんな風に小さく削れたプラスチック何というかご存知ですかこれはマイククロプラスチックって言いますこれらのマイクロプラスチックは魚や鳥たちが間違えて飲み込んでしまうことがあるんですねでそんな飲み込んでしまった魚を私たち人間が食べてしまうことももしかしたらあるかもしれませんね。プラスチックは是非使わないとか、えー、減らすように皆さん頑張りましょう。 ですが、わが研究所には海の中にゴミ箱を設置しています。こちらを見てみましょう。その名もシービンです。こんな風にですね、装置の中に水を送り込むことによって浮いているゴミを回収しているんですね。上の方に浮いている白いつぶつぶはあれ、マイクロプラスチックですよ。では私から最後にお伝えしたいことがあります。 また海に遊びに行っていろんな生き物を探してみてください、えー、海水浴でもいいですし釣りでもいいです水族館に遊びに行くのもいいですそれから、えー、地元のスーパーでどんな魚が売られているのか眺めるのもいいと思います目の前の私たちの身近な自然にはいろんな生き物が住んでいるそれをぜひ覚えて帰ってください まだねさっきゴミ問題の話もしましたけれどもそんな海を私たちの手で汚してしまっているってことも皆さんぜひ覚えておいてくださいねでは調査お疲れ様でした海のことを学んだあとはこちらも今回リニューアルオープンしたお店ドルフィンでブレイクタイムチョコやストロベリーなどさまざまなテイストのワッフルが楽しめますまた 地元小柴んのレモンを使用したシーパラオリジナルのクラフトビールなどもいただけます現在混雑緩和のため来島には日時指定券やウェブ整理券が必要となります詳しくはホームページをご覧ください 磯子区陽光台にある浜銀子ども宇宙科学館にやってきましたこちらで学ぶのはもちろん科学です今回ご紹介するのは小学生以上を対象とした会員制の理科教室陽光台サイエンスクラブ科学工作や実験観察そしてロボットのプログラミングなどを楽しく学べる教室なんだとか 今回は人気の化学工作とロボットのプログラミングを体験させていただきますまずは科学館ボランティアの伊藤さんにマジックランタンの作り方を教えていただきましょうマジックランタンを作れると聞いたんですがマジックランタンってどんんななものなんですか、はい、今日作っていただくのはこういういものですは、はい、このメインパーツはトスレンズです。 レンズ？はい。<ー>こういうものです。こういうものを使います。はい。こういうふうなフィルムに書いた絵や文字を大きく写せます。ええ<ー>。じゃあ実際に、えー、写してみましょう。はい。こういうふうな白い紙に今書いたよ、はい。あ、本当だ。可愛い,い。お魚がいる。写します。ええ。 本当に二三センチのフィルムですけど、これだけ大きくなるんですね。えー、楽しいですよね。ね<え>はい。じゃあ、教えてください。はい、それじゃあ、はい。実際工作、やり、やってみましょう。お願いします。<laughs> 材料は、すべて用意されているので、パーツごとに組み立てていきます。まずは、フィルムを装着するための枠作りから。次に。 メインパーツである凸レンズを取り付けるための枠を作りますこの化学工作ではレンズの特徴などを楽しみながら学べるそうです次にレンズと懐中電灯をつなぐ共闘を組み立てます最後にフィルムに文字や好きな絵を描いたら およそ30分でマジックランタンの完成ですじゃあスイッチを入れてはいトイレしてみましょいきますはい夏休みだからスイカはマ、ま、なビきャすごいかなり大きくなりますね、はい、<laughs> 大きくなりますねえー、えー、これは 面白い。お子さんたちも喜びますよね。うね自分の海外が描いたので。だからお家帰って大き,な,て大きなね壁に映したり天井に映したりいろいろできますね。ここじゃなくてもお家の壁でもできるわけですね。いいですね。うん、続いてロボットのプログラミングを吉武さんに教えていただきます。 プログラミングも学べるんですね。今ですね、<っ>2020年度から小学校でプログラミングが必修化されたこともあって、すごく人気があります。あの私、習ったことのない世代なんですけれども、できますかね。そうですね、最初緊張するかもしれないんです、はい、ロボット動いてすると楽しいので、<ー>ぜひ体験してもらえればと思います。楽しく学ばせていただければと思います。お願いします。よろしくお願いします。使用するのは、レゴで組み立てられているロボットとパソコン。 ロボットに簡単な動きをさせるプログラミングの入門編を教えていただきますそれでは早速、えー、パソコンのアプリケーションを使ってお手元にありますレゴマインドストーム EV3 を動かしていきましょうはい。はい、今日はですね命令ブロックを動かしてつなげていくことでプログラムを作っていきます、はい、では早速まず動かしたいので全身前に動く命令を作ってみましょう、はい、使うのは緑の 命令ブロックの左から4番目タンクといいうものを使います、はい、なのでこの矢印カーソルをタンクの上にまず持ってきてもらい、はい、ドラッグですね、えー、クリックしてそのままスタートボタンですねこの開始ブロックの横に動かしてみましょう。はい、命令ブロロックに動き方を設定してプググラミンすするんですねちなみにこのブロックには2秒間前進する O プログラム。次に プログラミングしたデータをパソコンからロボットへダウンロードロボットにプログラムを実行させる設定を行えば指示通り動くんだとか真ん中の決定ボタン一回押してみてくださいこの真ん中を押せばいいんですかはいよお願いします <laughs> はいということで今2秒間前に進むという命令ができます はい、んこんな風うに命令を、はい、1個ずつ教えて動かす形になります。はい、で今はただ1個だけまっすぐしか教えてないのですぐ終わっちゃったんですが、はい、もっともっと命令長くつなげていくと難しい複雑な動きができます。えー、すごい操作の基本を学んだところでもう少し複雑な動きをプロググラミングしてみますいろいろな命令ブロックをつなげてロボットに2秒間前進してその場で左に1秒間回転。 2秒間停止した後にその場で右に1秒間回転最後に2秒間バックするという動きをプログラミングちゃんと指示通りに動くんでしょうかさあどうなるのかやってみましょう、はい、いきます,、ね、いきますせーのおーおーおおすごい <laughs>、はい、ということでこんなふうに回転することもできます、えーえー、すごい賢いですね はい、で実際にダンスする時とかはこういったふうに全身や回転、後退を使ってみんなで同じ動きをします。ということで<ー>今日はロボットをたくさん用意したので実際にダンスを踊ってみたいと思います。お、はい、お願いいいいいいししまますすすすごごごや無事踊れました楽しい 同じプログラミングそうですね今はい少しずつね時間差出したので、えー、こうウェーブのように動きになりました、えー、いやこれは面白いあのプログラミングって私縁のないものだと思ってたんですけど教えていただいたらすごく楽しかったですそうですねやっぱり苦手意識持っちゃう子とかいるんですけど実際やってみて楽しいってところから興味持ってもらえればいいと思いますあとぜひもう一つ覚えてほしいのは<っ>諦めないことですね はい、やっぱり勉強とかまあプログラミング以外でも失敗したら諦めちゃいそうになるんですけど、はい、そこでどうやったらクリアできるかなっていうのを考えてもらって直して挑戦するまた直して挑戦するこれをぜひ取り組んでほしいと思いますその繰り返しが成長につながるんですねはい浜銀子ども宇宙科学館は11月1日から長期臨時休館となります休館中はオンライン教室などを開催する予定ですのでホームページでご確認ください 今回は自由研究のヒントにもなる横浜で学べるスポットをご紹介してきましたがいかかがでしたでししたょうか横浜市歴史博物館では展示品と遺跡のセットで弥生時代のここととを学ぶことができましたそしてリニューアルした海ファームは生き物だけでなく環境や食育まで学べて全てはつながっているんだなと感じました。 そして科学工作教室では今まで難しいかなと思っていた科学の世界を楽しみながら学ぶことができましたいよいよ夏本番です夏休みだからこそ体験できることや学べることを横浜で見つけてみてはいかがでしょうか